うすともおかりんです。本日もペーパーマリオ RPG トゥドゥキーやっていきたいと思います。というわけで今回はあのセーブポイントの上ね、登っていくところなんですけど、確か前回この上の黄色いブロックやったかなから落ちてきたと思うんですけど、その黄色のブロックね、下に持ってきたらこれ取れると思うのよ、このニコちゃんマークのバッジ。だからそれをね、ちょっと俺取りたいんやけど、はい、確かここら辺やったかな。オッケー、これ帰ってきたね。ほんで、あ、そうやな、まずこの黄色のブロックの上に俺は乗りたくて、はい、オッケー。これで、ん？これそのまま落ちたらいいんかな。このまま落ちるか。あ、ちょっと待って、これ上にノコジロ置いてこやなあかんかったやんまた行かなあかん。俺仲間がピンチになると受けるダメージが2分の1になる。まあこれはちょっといらんかな。あんまり使い道なさそうですね。はい、ようやく帰ってきました。ほんで次上やな。どこで押したんやったっけ俺。確かここら辺手前から押してしまったんやったっけ。あ、俺鍵持ってたっけ。あ、社員もある。以上で男。オッケー。ほんで、お、鍵ありますね。オッケー、開けちゃいます。オープン。お、めっちゃ画面引きなんやけどマリオが潰れてて見えへんなってまう。痛い。今のハンマーで迎撃したよかったかな。オッケー。ほんで、あー、でもジャンプしか俺することないな。となると次クリスティーヌに入れ替えた方がいいよな。多分ハンマー当たらへんから、いや、まずこれ落とすか。連続ジャンプで、いや違うな、まずこれで下に落としてノコジロでアタック仕掛けてもらうと。そういうことやな。オッケー、2や。よし、こんな感じで進んでいこう。ほんでおそらく今回でレベルアップするんじゃないかなと。何これ。おお、なんか頭痛い痛いになった。攻撃をミスしやすくなった。マジ。しかも体力も微妙なところだが、もう一ターン耐えるか。もう一ターン耐えます。お、そこミスはあかんで。せめて1体だけでも潰そう。ここ OK、 ナイス。まあ2体ならどうにかなるやろ。はい、ナイスガード、ナイスガード。馬なってったな。で、ここでスペシャルで元気元キングを使って、これ使ってもさ、正直満タンにならへんのよな。ほら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 、序盤は何もないから、危ない。序盤は使いまくって、マリオマリオマリオ、オッケーオッケー。で、ここ、よしよしよし、マリオ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 、マリオマリオ、オッケーオッケーオッケー、マリオマリオマリオ、はいオッケー。お、めっちゃ回復した。これよこれよ。やばい、することないすることなくなってしまった。じゃあ防御にしとこう。でも俺やねんな、でも攻撃食らうの俺やねん。ここ、あれ1になった。なんでや、さっき2やったのにな。タイミング悪かったか。おい、いやでも早押しやな、だいぶきついのよな。おい、はい、よし、オッケー。これで、あ、なんかドッスンしたな。これ守備瓶コーラさ、ダメージ食らうかな。ワンチャンゼロの可能性あんねんけど。おい、あ、1と2よ。寝てるからか。寝てたらダメージ2なんな。オッケーオッケー。じゃあここはハンマーでパッパッパッポー。1か。じゃあもう一回守備瓶コーラで終わらせよう。ここ、オッケー。いやー、雑魚戦が結構手強い。経験値もちょっと少ないな。うわー、ここちょっとレベル上げたいぞ。ごめん、ちょっとレベル上げるわ一旦。え、うわ、ミスった、最悪。まずい、マリオ死ぬ可能性ある。いやー、でもこれキノコ使いたくないな。ギャンブルしていい。次俺絶対ガードできるっていう、その俺の信用にかけて。よいしょ、絶対ガードしろよ。はい、オッケー。危ねえ。
いや、ここで多分レベル上がったら体力回復すると思うのよ。だからちょっとキノコはボス戦に取っておきたいね。よし、ようやくレベルアップよ。いやー、これ体力いった方がいいよな、さすがに。 BP、 いやー、ここは体力やな。うん、さすがに需要低すぎるわ。よし、まあこれで結構後々の方までまあ15割ればどうにかなるんじゃない。よっしゃ、これでこんばんはも心置きなくいけるぞ。おっ、頂上まで行きそうやな。いや、ここクリスティーネに変えとこうかな。じゃあこれクリスティーネに変えるわ。多分ノコノコいらんと思うな俺。まずはあの物知りで見てほしいからクリスティーネに変えておきます。高いなーっていうか、あ、なに、あ、ええまだいんの、やめてや。ちょ、ここ逃げるわ、ごめんやけど。逃げる。おっ、いや、これほぼ確定なんがいいよな。逃げのシステムがほぼ 100%。 いや、金なくなるのか。お、セーブポイントある。オッケー。さあ、それじゃあいざゴンババのところに行きましょうか。初のボス戦よ。なんじゃお主たちは。おお、何この声。鼻でか。あ、こいつ見たことあんな。あ、でも前言うたか。前カラースプラッシュにおったな、こんなやつって言うたか。さては、この間ここに来た変な格好したやつらの仲間じゃな。わらわが守る大事なお宝を懲りもせずまた狙いに来るとは。なんとも愚かなことよ、このわらわを倒そうなどと。なんかわらわっていうとこう女性に聞こえるな。女の人なんかな。女の人っていうか女のドラゴン。こんなに小さくていかにも食べ応えがなさそうじゃが、おやつだと思えばまあよい。それに主たちの足の裏はムンムン蒸れていてなかなかうまそうじゃしの。うまそうかな、臭そうなんやけど。せめてあろてから食うて、食うんやったら足をしゃぶりまくった後はこんがり焼いて頭からバリバリと食ってやろうぞ。足フェチや。お、もうバトルか。どうなんねんやろ。おお、でかっ。さあ、おやつの時間じゃ。どちらから食ってやろうかの。このバトルは逃げられない。オッケー。じゃあまずは物知りでお願いします。ペラペラ。いやー、どうよゴンババよ。最大 HP は20、攻撃力5、防御力1。はあ、なるほどね。ずる賢いやつでやばくなるといろんな誘惑をするみたい。でもそんな話あったね。そう、カエルが苦手って言うてたから。うん、もう手に入れてますよ。だからハンマーが効くんじゃないかな。じゃ、まずハンマーでいってみよう。パパパポー。カエルやで、ほら、ゲロゲロって。あ、カエルの鳴き声、なぜお主が知っておるのじゃ。やめよ、わらわが昔でかいカエルを食って腹を壊したからというもの、カエルが大嫌いなのじゃ。なんか可愛い。でも言うて俺もな、うなぎの骨昔詰まって、それでそれ以降うなぎ嫌いになったからな。ああ、カエルの声を聞くだけで力が抜けてしまう。でも攻撃は来んのか。いてててててて、全然抜けてへんやんけお前。嘘つきよったな。よし、ここはクリスティーヌ。これクリスティーヌ死んでいいんかな。クリスティーヌ死んでいいの、ほっといてええんかな。ちょ、これターンを変えるのがちょっともったいないから。いや、でも今力抜けてるから、ちょ、連続ジャンプで一気に削りたいところ。よいしょ、はい、ワンダフル、はい。お、めっちゃ削った、めっちゃ削った。力が抜けてしまう。なになになに、はい、1 1。かわいい。いや、次炎来たら死ぬから一応回復しとくわ。回復。キノコもぐもぐ。てか連続ジャンプ強すぎひんこれ。なん、これうまいこと言ったらさ、ワンパンやねんけど。もう一回いきます。はいはい、ゲロゲロ。あ、ジャンプでもゲロゲロ言うてる。ジャンプでもええんか。はい、ゼロゼロですって、皆さんなんてことでしょう。で、残り5やろ。もうちょい連動ジャンプでしまいちゃう。ワン
ツー、スリー、アファイア、アファイア、アファイア、アナナ、ハチ。待つのだ。ちょ、それずるくないか、連続ジャンプとやらは。まいた、王さんじゃ。もう悪さはしないから許してはくれんか。そうじゃ。褒美といってはなんじゃが、1000コインをやろう。どうじゃ。は、1000コイン欲しい。1000コイン欲しいぞ。え、これ一回やっていい？こいつ正直弱いから。で、誘惑に乗ってみるわ。ください。そうだろうとも、世の中コインが全てだからな。ではちょっと前に出てよくれ。はい、了解しました。ください。あちゃん、え、嘘ついたんですか。まんまと騙されおったな、卑怯者。卑怯者。マリオもなんか言うたれ。騙される方が悪いんじゃ。しかしこのままではまずいかもしれんな。かくなる上は、あ、特にゲームオーバーにはならんかったな。キノピオ食うてんねんけど。なんてひどいことを。観客食うの、えぐ、こいつ。これで力が戻ったわ。もう許せないわ。さっさとやっつけるわよ。お、観客席で戦うんやけど。マジか。で、ここはハニーシロップで。あ、どっち回復しようと一緒やろこれ。え、違うの。 FB ってあの鼻のやつやんな。まあ、マリオ回復させようか。はい、5を回復して、これでもう1回、あと2回か、連続ジャンプいけるから、まあ、これでいけるんじゃない。ワン、ツー、スリー。あ、出てきた、キノピオ出てきた。やっぱりカエル鳴き声を聞くと力が抜けてしまう。ちょろいな。はいはい。弱、めちゃめちゃ弱いぞこいつ。やあやあ、オッケー、普通のジャンプでいけそうやな。やあ、どうだ。あ、目ん玉ぐるぐる、目ん玉ぐるぐる。そんな、わらわが、グフ、残念無念。ちょっと古いねな、やっぱりな。お、めっちゃもらった経験値。この弱さで31はかなりうまいぞ。そんなもんだ。あ、マリオが2人に見える。やったわね、マリオ。うん、さあ、あとは肝心のスターストーンを探すだけよ。了解。うん、むむむむ。ほう、うわ、食うてたんか。え、違うわ。あ、めっちゃヒゲ生えてるやんこれ。あれ、パパじゃん。ふはー、ようやく出られたわい。なんでそんなビール飲んだ後みたい。風呂上がりみたいな見た目してるやん。あーあーあああ、お父さん、お父さん生きてたんか、よかったな。お前、ノコ太郎じゃないか。あ、ノコ太郎か、お前。ずっとノコジローって言ってたわ。もうノコジローでいいやろ。ああ、しばらく見ないうちに、ずいぶん大きくなったもんだ。大きくなったもんだじゃないです。お父さん、今まで一体、どうしてたんです？いや、昔、ゴンババをやっつけにここまで来たのは良かったんだが、あともう少しってところで、騙されてばっかり食べられてしまってな。あ、僕も騙されましたよ、さっき。1000コインくれるって言うから。それから10年間ずっとゴンババの中の中で甲羅の中に隠れていたというわけさ。10年ってすごいな。ようそんな飲まず食わずで。もうどれだけ心配したと思ってるんです。みんなお父さんのことを死んでしまったと思っていたんですよ。そら10年経ったらそうやわな。そら死んだ思うわ。まあ生きてたんだからいいじゃないか。こうしてお前にも会えたことだし。ところでお前どうしてこんなところにいるんだ。まったくお父さんだら、ここに来たのはもちろんゴンババを倒すためです。それとこちらのマリオさんがスターストーンという石を探してるんですよ。はい、そうなんです。知りませんか、スターストーン。ひょっとしてこれのことかね。あ、持ってるやん。マジか。これって、いや、ゴンババのお腹の中にあったのだが、とても綺麗だったんでお土産にと思って持ってきたんだ。へえ、いろんなもん入ってそうやな。いろんなもん食うてそうやし。やったー。あ、僕に？やったー、嬉しい。そう、友達です僕たち。ずい親友なんだよね僕たちな。ノコだろうな。うわー、星回ってるー。いやー、さあ、ストーンゲットした。スターパワーが2になった。
スペシャル技でっかくドッカンを覚えた。おお、新しい技や、やった。ステージクリア。なんでそんなでん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 って言う。ゴンババを倒したマリオたちはお城にあったスターソンを手に入れることができました。これからは花花村の人々もゴンババに怯えることなく安心して暮らせるでしょう。ノコ太郎も死んでしまったと思っていたお父さんと会えてとても嬉しそうです。しかしピーチ姫の手がかりをつかむことはできませんでした。果たしてピーチ姫はどこに。そう、マリオたちの冒険はまだ始まったばかりなのです。リオさん出てきた。何これ。あ、じゃあ気持ち悪いんやけど。何これ、これロード画面ってこと。おう、何ここ。あ、これあれやん、壺のやつ、キムチ入ってる壺。なにこれ、盗撮、盗撮ものですか。これはバツガルフ様、ピーチ姫を連れてまいりました。誰、バツガルフって。さあ、そろそろ例の地図のありかを教えてもらえないかね。おお、ピーチ姫、知らないものは知らないって言ってるでしょ。隠しては無駄だ。あなたが例の地図を手に入れたことは知っているのだ。素直に教えた方があなたのためですぞ。我らメガバッテンはそれほど甘くはないですからな。ほう、脳みそがもうコンピューターになってる。バスガルフ様、ご報告いたします。なんだ、ゴンババが持っていたと思われるスターストーンをたった今何者かが奪っていったようです。なんだと、我々の他にスターストーンを狙ってる奴がおるのか。しかもあのゴンババを倒しただと。めちゃめちゃ弱かったですよ。はい、報告によると赤い帽子と青いつなぎのヒゲ親父ということであります。マリオ、マリオだと。はあ、いらんこと言ってしまったわ。はあ、もうこの口ったらほんと嫌になっちゃうわ。目、私の口、目。はあ、なるほど、マリオかね。まあよい、そのマリオとやらのこともおいおい聞き出してくれるわ。ピーチ姫を部屋に戻しておけ。はあ、はあ、さあこっちへ来い。姫を乱暴に扱うでないぞ。あ、ええやつやん。はあ、はあ、めっちゃ甘いやん。めちゃめちゃ甘かったわ、ペケダー軍団。さあペケダーよ、もしマリオとかいうやつが例の地図を持っているなら、今スターストーンを発掘中の不思議の森に現れる可能性も高い。はあ、次は不思議な森か。ええー、了解しました。ペケダーでは少し不安が残るな。誰か、誰かおるか。めちゃめちゃ不安残るぞこいつ。こんなやついらんやろ。影三人組をここに呼べ。影三人か、影三人組でありますか。しかしあの方たちは。構わん、すぐ呼ぶのだ。はははと、ウィッシュみたいなやつ、なんな、大悟や。あたしらならここにいるわさ。おお、俺左の子が好き、左手前の赤い帽子の子。かわいいなあれな。何を言っておるマジョリンよ。あの時お前がすぐにピーチ姫をさらってこなかったおかげで地図がマリオとかいうやつの得体の知れないやつに渡ってしまったんだぞ。仕方ないさね、あそこは人目が多すぎたでありんす。それにあの時変なじいさんがやってきちまってたね。うん、せやな、話長いな。良いなマジョリンよ、お前たち3人組がマリオを完璧に始末するのだ。なんか弱そうやけどな。イラン攻撃してきそうやなこいつ。めんどくさそうな攻撃してきそう。はあ、うふふふ、うわかわいいこの子、好き好き。おお、まだあるんか、監視カメラが。あ、映った。ふう、また捕まってしまうなんて。マリオもキノジーも心配しているわね。ほんま捕まりすぎやでお前。いい加減しや、あれ防犯ブザーつけときや。せめて私が捕まっていることがマリオやキノジーに知らせることができるといいんだけど。え？あれ、俺ピーチ姫動かせねえけど。あ、マジで？スーパーペーパーピーチや、ほんなら。ペーパーピーチ RPG。
あ、こちらいてる。いや、セーブポイントないんやけど。あ、シャワールームや。お風呂入ろうかな。お風呂入っちゃおうかな。よいしょ。使えるのかしら。え？ああ。ああ、そんな。あ、そんな。なんていうシーン。あ。湯気が。うふふふ。あ？なに？おう。おう、早い。拭くのが早すぎる。まだべちゃべちゃやろ、あんた。あ、なんかおめかしされてる。え、かわいい、このピーチ。え、めっちゃ好きなんやけど、この髪型。え、髪型変わったよな、これ。使ってもいいよ。まだ入った。もう入らんでええて。変わらんて。髪型一緒や。髪型変わらんかなってちょっと期待したけど。一緒やったな。いや、ここじゃないんかな。いや、これ右にね、ほら、え？あ、開いた。え、何？勝手に扉が開くなんて。あれ？あれ、俺髪型戻ってんねんけど。なんで？じゃ、それ後ろの髪いらんねんけど、これ。これ長いやつ。これ切っといてや。うわぁ、すごいとこ来た。何これ？てか BGM が陽気すぎるんやけど。あ？ああ、何？どうなってるのかしら？これも気になんねんけど、俺。動かないわ。動かへんのか。よいしょ。なんか協力者でもおんのかな。わあ、すごいとこ来た。はっ。はじめまして、ピーチ姫。え、誰？どこにいるの？私はあなたの目の前にいます。私はこの研究所のメインコンピューター、テックダブルクロス。普段はテックと呼ばれています。世界最高の頭脳を持つパーフェクトなコンピューターとして、バツガル様に作られました。さっきの悪い人ね。悪い方ではありません。とても偉大な素晴らしい方です。そうは思えないわ。それよりあなた、どうして私をここへ呼んだのかしら。確かに。先ほどあなたを見ていたら異常な事態が発生しました。見ているだけで思考回路が正常に働かない。それ恋や。それ恋っていうねは。なあ。コンピューター恋してしも出るわ。感情持ってるやん。そしてもっと不思議なのは、ずっとあなたを見ていたい。あなたのことをもっと知りたいという答えが弾き出されたことです。理解不能、原因不明、パーフェクトなコンピューターであるこの私が、何としてでもこの異常事態の原因を突き止めなければなりません。ああ。はっ！そう、私のこと好きってことかしら。いえ、そんなはずないわね。だってあなたはコンピューターですもの。私に何が起こったのです？何か知っているなら教えてください。やだ、そんな。だって、私からは言えないわ。言ってください。めちゃめちゃグイグイ来んねんけど。おい。めっちゃグイグイ来んぞ、これ。ピーチ姫断れへんタイプちゃうか、これ。ほら。恋をしているのじゃないかしら。私に。恋とは一体。あなた恋を知らないの？まあ、そらコンピューターですから。いやしな。それしゃあないわ。その人が幸せだったり楽しかったりするだけで、自分の気持ちが明るくなること。その人が困っている時に、どんなことをしてでも助けてあげたいという気持ちよ。幸せ、楽しい。ああ。まさかそんな、パーフェクトなコンピューターのこの私に理解できないことがあるなんて。理解だなんてそういうことじゃないのよ。はあ。私に恋というものを教えてもらえませんか？何が始まんねん、お前これ。ギャルゲーか？ギャルゲー始まんのか？私に理解できないことがあってはならないのです。だからこの恋というものを理解できるように私に協力してもらいたいのです。その代わりあなたが望むことで私にできることがあれば叶えてあげましょう。ここから逃がしてほしいというような望みは叶えられませんが。え、そうなん？何言ってるのよ。あなたたちはいきなり私を捕らえたのよ。そして今度はこんな部屋に呼び出して恋の意味を教えてくれたなんて、どんなプレイよ、全く。私はそういうの好きじゃないわ。本当に。
あなたが戸惑うのはわかります。だから今すぐにとは言いません。しかし私は何としてでも恋というものが理解したい。私はパーフェクトなコンピューターでなければいけないのです。そしてそのためなら、あなたの望みを叶えることぐらいは叶わないと判断しました。うん、全部カタカナで読みづらい。望みなんや、ピーチ姫。誰かと連絡を取ることはできるかしら？可能です。私の通信機を使えば、どこへでもメールを送ることができます。ほう、なるほど。アドレス知ってんの？あ、すごい。打つの早い、めっちゃ。いいわ、送ってもらえるかしら？メールのシステムが小、あれやねんな、平成初期やねんな。はい、了解。部屋帰ろうか。じゃあ、おやすみなさい。うわ、これずっと覗いてんねやろな、監視カメラで。うわ、やらしいやっちゃ。あ、セーブ来ましたね。10分ぐらい俺ずっと喋り続けててんけど。めっちゃ物語濃いな、これな。あ、このロード画面が来たら場面切り替わるってことか。でもまだあのかい。まだあるわ、みんな。なかなか動画閉められへんな。あ、クッパやん。おひさ。ああ、だいぶクッパ様の登場だ。おら、どけぼけども。なんや、一体何事だ。でもこれカラースプラッシュと絵柄全く一緒やねんけど。でもこれまた動かすんじゃん俺。俺クッパ動かすことになってんねんけど。ちょもう、もういつまで進まなあかんのこれ。キリ悪いんやけど、ここで終わったら。でもセーブ入ったしな。セーブ入ったらちょっとここで一旦終わっていい？時間的に結構尺長なってるから。でも今回ここで終わりたいと思います。ちょ他の操作はできひんけど、まあセーブできてるんで大丈夫かなと思いますね。というわけで、今回はここで終了にしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。